モロンはアルゼンチンのブエノスアイレス州にある都市である。モロンパルティードの成長所在地であり、2001年の国勢調査による市の人口は92,725人である。大ブエノスアイレス都市圏に属し、ブエノスアイレスの都心から約 20km 西に一致している。ブエノスアイレスの都心からはリバダビア大通りを通るバス経由、ナショナルハイウェイ7号線経由、 鉄道のサルミエント線経由でもロンを訪れることができる。サルミエント線のアイド駅は3つの鉄道路線のジャンクションとなっており、ここからは6カ線も出ている。6カ線はテンペルレーを介してサンフスとロマスデサモーラ、ラプラタなどと結ばれている。リベルタドール3、マルテン広場、ローマカトリックの大聖堂、アルゼンチン空軍の国立航空博物館などがある。 また、1947年に設立されたデポルティーボ、モロンというサッカークラブが、モロンを本拠地としている。スポーツ面、文化面、歴史面で活躍した、モロン出身者は多い。ディエゴとオスカールのアベンティン兄弟、レーナルド・ビニョーネ、ディエゴ・カプソット、ホルヘドン、マルティン・サバテージャやマルガリータ・ストルビセル、グスタボ・サンタオラージャなどが、モロン出身である。ありがとうございます。